瀬戸、潮は、海上自衛隊の潜水艦、有潮型潜水艦の3番艦。艦名は、瀬戸の潮から由来する。瀬戸潮は、昭和53年度計画2200トン型潜水艦、8 0 9 5号艦として、三菱重工業神戸造船所で1979年4月17日に、寄港され、1981年2月10日に浸水。 同年9月10日に講師会し、1982年3月17日に収益し、第2潜水隊軍直轄艦として編入され、横須賀に配備された。1983年3月1日、第2潜水隊軍第3潜水隊に編入。1988年7月22日から7月23日にかけて、伊豆大島沖展示訓練に護衛艦。 クラマ島と共に参加する。1989年6月6日、対戦訓練目標館として行動中、津軽海峡の海底に接触、全部外反が損傷した。1994年3月1日、第1潜水隊軍第1潜水隊に編入され、低傾向がアクレに転籍。1999年3月10日、特務潜水艦に種別変更され、 艦石番号がエイティス -8008 に変更、第1潜水隊群に直轄艦として編入。2000年3月9日、練習潜水艦に種別変更され、艦石番号が TSS-3602 となり、潜水艦隊霊下に新編された第1、練習潜水隊に、朝潮と共に編入。2001年3月30日、除籍。ありがとうございます。